アマチュアのその青柳選手がね、どこまでこのプロのリングでこうなんていうの、場持ちするかっていうのはちょっと心配だったんだけど、彼も先天的にそのプロレスラーになりたかったというだけあって、そのあの見せるあの心得てるよね。だから試合がそのなんていうの、大きくこうなんていうのな、回転したっていうか、お客が見ててそのなんていうの、あそこ急げここ急げとかいう不満が全然出ない感じでさ、ね、はい、早くもなんか新日本プロレスの1位みたいなこの試合運びこの、それはやっぱりさすがもう先天的なもんだね、青柳選手のさ。そうですね、うん、だから伸び伸びその鬼太もやれたという、はい、うん、石井館長の姿も見えますよね。彼もねそばで立ち会いにやってもらってたんだよ、そういえばな。それでまあ、試合展開としてはだから要するにやっぱりプロレス対空手だよな。あとで出てくるそのウィリー猪木戦の要するになんていうのね、延長戦上にあるようなまあ展開で、ウィリー猪木よりもお互いこれウィリーより青柳の方が器用だから、ね、飛びどころいっぱい出してこの試合展開派手になっちゃったよね、流血もあったし。そういう意味ではそのなんこの後鬼田はまあ勢いついて3番勝負やったのかな、青柳鬼田戦、それに勢いつけてその FMW をさ、まあ、スタートさせて今あるわけだね。そういう意味ではこれは彼にとっても忘れられない試合で、それで一方の青柳選手にとってもこれを振り出しにして彼を新日のプロレスなんか参戦して、はい、今プロレスリングもやってる、まあ、空手の道場も流行ってるんだけどね、精神会館大きい組織になってきてるけど、これはやっぱりプロレスに入ったことによるそのなんていうの、あれが大きいよね、その効果っていうのは。だから両方にとってこれ極めてなんていうの、お互いがそのもう一つビッグになるためのなんていうの、まあ、トリウムみたいな意味合い持つじゃねえかな、うん、これで FMW にこの2人の試合が発展していって、うん、現在のインディーズのプロレスの基礎になった。そうだね、記念すべき試合ではありますよね。鬼田選手がそのインディーズのあれに勢いを鮮明をつけたということはもう間違いないよ、ね、この試合が全ての始まりだったということです、うんうん、彼がいきなりただその何もこういうなんていうの引っかかりなくて団体を起こしててもあれだけはあれ勢いつかなかったと思うね。この3戦があって3試合な、これがその要するに、あれとなって追い風になって FMW があれだけのなんて組織になったね。あれかこれからも10年以上経つんだろう。